東京の片隅八王子から真実の食レポを発信中、八王子国の歩き方。私ナビゲーターの中野智之、53歳、アラフィフの皆様よ、どうだい調子は。八王子は広大だ。186平方キロメートル。どんぐらい広いかってと、例えば東京23区の台東、荒川、文京、千代田区、豊島区、墨田区、目黒区、渋谷、新宿、中野、港区、北区を飲み込んで余りあるほどに広い。八王子の東の端から西の端まで直線距離で約25キロ。これはガンダムでアムロが住んでいたスペースコロニーサイドセブンと大体同じぐらいの規模感。山岳エリアに囲まれた居住区は大きく6つのブロックに分かれていて、4つの鉄道会社が24の駅を設置し、八王子コロニー住人の生活をつないでいる。こんだけだだっ広いと、最東端の住民が最西端エリアまで足を伸ばすなんてことはめったにないのだが、八王子コロニー住人、つまりサイド8のクルーたちの体の半分はラーメンでできていて、美味しいラーメンがあるぞと聞けば、普段は訪れるはずもない居住区にまで足を伸ばし、ラーメンをすすったりもする。かくいう私も自宅から5キロも離れたラーメン屋まで自転車を漕いでいくことがある。八王子市内のラーメン店の数は Google の検索エンジンが補足しただけでも約200数十店。ちょっと待って、今の巻き戻して。彼の着てる T シャツの絵、これさ、エスチャーでズートルビの江藤が描いてた謎の生物じゃん。ほら、南信介が司会してたバラエティ番組のワンコーナーでさ、覚えてるでしょ、アラフィフの皆様よ。いやー、売ってたんだ。欲しくはないが、これを着て歩く彼のマインドには興味がある。ああ、ネットの日ビジネスもここまで潜らないと機能しない時代になったか。はあ、食レポ戻ります。本日ナビゲートするのは熊本ラーメンの新…ちょっと待って、もう一回巻き戻して。マジソンスクエアガーデンのパック、懐かしい。ああ、俺が中学校の時に流行ったやつ、みんな持ってたなあれ。なんでアディタスでもなくプーマでもなくマジソンだったんだろう。これ言ってみりゃよ、代々木体育館って書いてあるバッグをアメリカの学生が機器として持ち歩いてる状況と同じだよね。よくよく考えたらダッセ。ダサいけど、そのダサさ込みで愛おしいっていうか微笑ましいっていうか、何の話だっけこれ。麺の話だ。ラーメンの話に戻ります。八王子はラーメン王国、味のクオリティ&バラエティは多摩地域で一番と言われております。鶏ガラ、豚骨、鶏パイタ、濃厚魚介にトリプルダブル、ラーメン、つけ麺、混ぜそば、冷や中、言わずもがなだが八王子ラーメン。北から南すべてのラーメンが八王子には網羅されているのでございます。今回アラフィフの寂しん坊がログインしたのは、京王狭間駅から徒歩2分、手打ちラーメンモッコス。創業以来43年間、狭間エリア住人たちにうまいラーメンを提供し続ける老舗。ここのラーメン俺大好きなんよ。熊本ラーメンのマイルド版、旨味たっぷりだが食べ疲れしない味、周期的に無性に食べたくなる。オーダーは焼き豚ラーメンの塩とつけ麺の醤油、あ、それとエビシューマイもください。私のオーダーに一瞬店内がざわつく。いつものことだ、みんな遠巻きに私を見る。おそらくは心の中で、あんな小さいのによく食うなとか、結構なおじさんだけど食べきれるのかとか、後からもう一人来るんだろうなとか想像してるに違いない。一人で食うんだよ、一人でさ。さあ、オーダーがずらりと並んだ、食べるぞ。まずは麦茶で甲虫に溜まった現世の邪気をロンダリング。エビシューマイからいっちゃおう。うまっ、柔らかい味、エビのすり身のあっさりとした甘さ、豚ひき肉のしっかりとした旨味、からし醤油をちょんとつけて、うん、安定のうまさだな。これこの食感、ふわふわ、ボリューミーだが重たくないの。どちらかといえば大きめのエビシューマイだが、4つペロリといけちゃう。続きまして焼き豚ラーメンの塩いただきます。うまいなあ、この味、モッコスの味、しっかりとした鶏ガラ豚骨の旨味なのだが、決して脂っこくなく、柔らかい旨味にフォーカスして仕立て上げている。当然ながら豚骨の臭み、雑味はある程度そぎ落としてしまうので、ラーメン通の中には、これは熊本豚骨ではないといううるさ方もいらっしゃいますが、私はこの味が大好き。丸くて優しい味、木を照らわず、ラーメン業界の味のトレンドなどどこ吹く風、まっすぐに美味しい。このラーメンを作っているのは彼女、阿天坊よしこさん。27年前、先代であるお父上の死をきっかけにモッコスを引き継いだ。爽やかで面倒見がよく、情に熱いがさっぱりとしている。こってりしながらもあっさりしているモッコスのラーメンと見事にリンクしたお人柄。あー、うまい。この味の柔和さ、しつこい調味料の刺激などなく、真正直に抽出した出汁が味の下支えをする。無理に美味しくはしないのだ。化学調味料や業務出汁を加えれば、確かにインパクトのある旨味で味覚をグリップでき、インスタントに美味しいを作れる。がしかし、その旨味はカップ麺のそれと似て陰影をかき、食後に風味を残せない。
モッコスではじっくりと手間暇をかけ、鶏ガラ豚骨を炊き、アクと臭みを丁寧に取り除き、スープを磨き上げ、えも言われぬ優しきコクを生み出す。その優しさはどこか懐かしさに通じていて、私はモッコスのラーメンを食べるといつも軽いデジャブに襲われ、丹田に一瞬ふわりとした浮遊感が滑り抜ける。うまいなぁ。丸いコクで品よくまとまったスープがむっちりとした縮れ麺によく絡む。例えば経過ラーメンに代表されるような本格熊本豚骨を比喩的に頑固親父の味とするならば、モッコスのラーメンはさしずめ母の味ということになるだろう。ほら、僕ってモリモリ食べたいタイプでしょ。だからこんな風にストレートに美味しくってモリモリ食べられるラーメンが大好き。一杯のラーメンが懐かしき母の優しさを想起させ、食欲を加速させる。このラーメンなら飲んだ後、あるいは朝からでもいけちゃうかもしれない。まるで卵のサンドイッチみたいに優しく濃厚で後を引く、毎朝でも食べたいラーメン。あれ、ちょっと待って、あれ、俺頭頂部こんなに地肌見えてたっけ。いや、今編集しながらふって気づいて。あ、いや、ごめんね、関係ない話。いや、最近すごいのよ、抜け毛が。毛もパサッパサでね。剥製の絨毛みたいな質感になっちゃってんの。一昨年ぐらいまではね、僕の毛根もかろうじてキューティクルを作ってくれていたみたいなんだけど、もう令和入ってから作るのやめたみたいで。100均で売ってる安いフェイクファー、頭に乗っけてるみたいな感じになってんの。え？おっさんになってまで髪質なんか気にするのかって？気にするよ、そりゃ。おじさんに内面がないと思ってるのか？あるからな、内面。若い君にはわからないだろう。朝、目が覚め、キャタピラで踏みにじられたような頭頂部をセットする20分間の切なさを。それでは聞いていただきましょう。おっさんのモーニングルーティンラップ。Here we go。 朝一で全身痛？意味あるの？そのハゲルーティン。3年続けた育毛活動。だって頭頂部、ライカボロコンブ。朝一は食欲ない？サラダなら食べきれない。だからコロネを掴んで中身を吸引。糖質摂取でほな行ってきます。お次、つけ麺の醤油。ここの手打ち麺、むっちりもっちりの弾力でつけ麺に合うのよ。うまい。このつけだれがうまいんだわ。炭水化物の糖質の甘みを極限まで引っ張り出す絶妙なるタレの配合。つけ麺はね、甲虫いっぱいに頬張った方が美味しいの。もちもちの麺をこの濃いめのつけだれにたっぷりと浸して、うまい。モッコスのラーメンを語る上で避けて通れないのがこのもやしでございます。ブラックマッペというもやしの品種をご存知でしょうか。その目が覚めるようなシャッキリとした食感からもやしの王様と呼ばれており、濃いめのつけだれにたっぷり浸して食べると、甲虫でパリシャキッと砕け散り、青く清涼なる水分が弾け飛び心地よい。あらかた麺を食べたら、つけだれに鶏ガラ豚骨のスープを注いでもらう。あー、いい香り。うまいなー。ごくりと一口飲み下せば、鶏ガラ豚骨の軽やかなる油分が甲虫に薄い皮膜を張る。つけ麺だれにまろやかにコーティングされた舌先を泳がせると、ほのかな甘みや酸味が次々と感じ取れ、複雑な味わいで楽しい。そしてここでスープの底で温めておいた焼き豚を半を。うまいな。モッコスの焼き豚は八王子の焼き豚通をうならせてきた一品である。脂身が少なく赤身の美味しさをしっかりと凝縮。巷にあふれるチャーシューの多くは脂身の濃厚さに依存し、味覚的快楽を喪失している。しかしここモッコスの焼き豚は赤身の旨味、つまりイノシン酸グルタミン酸にフォーカスして、噛めば噛むほどに旨味がにじみ出るよう仕立て上げている。コンビニで売ってる焼き豚も確かに美味しい。ケミカルに抽出したアミノ酸に漬け込まれ、炭火フレーバーを添加した肉は脊椎反射的に美味しいと脳がジャッジする。しかしそれはあくまでも表層意識での定時近く、無意識層では我々の内なる野生がそのジェネリックな味を拒絶する。だからコンビニグルメは数回の連続接触により触笑してしまうのである。ところが手作りの料理というものは、いや、普段こんなことを考えながら食べてるわけじゃないからね。あ、そう、こないだね、定食屋さんで生姜焼き定食を食べていたら、お店の方に、あ、八王子国の人と言われて、お店の方が目をランランと輝かせ、味の方はいかがでしたかと感想を聞かれて、いや、あ、美味しかったですってシンプルに告げたら、まあがっかりされましてね。きっと動画みたいにペラペラと甲虫がどうたらこうたら言うと思ったんでしょうな。でもさ、皆さんだってそうでしょ。外で一人で外食してる時はボケーっと食ってるでしょ。この時だってね、ほら、まさに麺をすすってるこの瞬間だって。いや、そりゃ美味しいなと思って食べていますよ。でも脳内では取り留めもない思考の断片や妄想の泡が浮かんでは消え、膨らんでは弾けしているのでございます。この時はレインボーマンのことを考えておりやした。そうです、インドの山奥ダイタバッタの下で修行し力を獲得したヨガ系特撮ヒーローレインボーマンのことでございます。レインボーマンがハリウッドでクリストファー・ノーラン監督によってリメイクされたらどんな感じに仕上がるかなっていうのを事細かに考えておりやした。ラーメン食べてる時になぜそんなことが思い浮
かんだのかは分かりません。でも一人で飯食ってる時の脳内の思考のカオスとはそんなものでしょう。はあ、食った食った。また1ヶ月ぐらいすると食いたくなるんだよな、モッコスのラーメン。あ、最後に、モッコスとは熊本弁で頑固者のこと。親父譲りのバリ方の意志で娘が引き継ぐ唯一無二の味。宇宙広しといえども、この優しき豚骨が味わえるのは銀河系でこの店のみ。銀河を旅するアラフィフの皆様よ、ぜひ一度ご賞味あれ。あ、モッコスで僕を見かけたら気軽に声をかけてくださいね。焼き豚でもつまみながら、スタンリー・キューブリックがトミーと松を取ったらどんな感じに仕上がるかを事細かに語り合おうじゃございませんかね。